世の中で人が一番舐めているものは何でしょう？それは睡眠である。寿命と考えたら睡眠はおよそ50%である。少なくともそれは理想である。ただ世の中の人は、特に現代人は非常に忙しくて、睡眠というものを侮ってしまう。正しくない睡眠をすると自分の体にも悪影響を与える。自分の精神病などを含めて、睡眠は自分を癒すか、または自分を壊すというの手もある。したがって睡眠のために準備必要もあります。特に現代人は睡眠の2時間前ずっと何やってますか？はい、携帯電話をいじってテレビを見たりパソコンをいじったりします。ただその時間こそが非常に睡眠の良質のために良くて、そして良い朝の起き方につながっていく。ポイントは、寝る前に2時間すべての光をカットして、逆にナイトライト、ちょっとした薄暗いのライトを干して自分の家中でそれをつけるだけ十分です。その2時間の間はヨガしたり瞑想したりするも良いでしょう。そして体が十分そこまで準備ができたら、真っ暗な部屋でど厚いな布団で寝るは良いでしょう。部屋の温度は18度ぐらいはちょうどいいです。なぜならば、その以上の温度があると睡眠中では十分の酸素を取れなくなる。あとは完全沈黙貴重である。もしその環境がなければ自分で作ればいい。アイマスクをつけたり耳栓を入れたりも良いでしょう。睡眠中で空気取れるのは鼻です。もしずっと口で取れると、それはいびきの原因や酸素不足にもつながります。そのため、鼻に入れてもっと良い鼻呼吸できるというの機械を買ったり、または口を防ぐというの、セロテープみたいなものをつけたりすると、その現象を防ぎます。ちなみに、もしうつ病の人であったら、すごく9から10キロの重い布団をかけると、より安全性を感じるからこそ、より熟睡できるということにもなります。次は睡眠のポジションですね。睡眠の体勢はすごく大事です。理想のは横とあり、仰向けでもいいんですけど、でもうつ伏せはダメです。うつ伏せの体勢こそ脳への血流を妨げる。非常に体に悪いである。そして睡眠の取る時間は、理想を語る3つのカテゴリーがあります。一番短いは6時間ぴったりです。次は7時間半ぴったりです。一番長いと言ったら9時間ぴったりです。朝起きの悪いというの原因は、自分がフェーズの間に起きるではなくて、フェーズのど真ん中に起きるからです。その時にはセロトニンが頭の中にずっと流れてるのに、すごく元気なのに起きなくちゃいけないという、すごくストレスをかかるんで、そういったの間違った起き方も様々な病気にもつながってしまう。だからその辺にもご注意を払えなければなりません。これからはより良質な睡眠をとりましょう。